黒猫ゲームズ見てね。クンクンしてる、クンクンしてますよ。あ、餌食べに行くんじゃないかな、行くんじゃないかな。せーの、こんにちは。黒猫チャンネルへようこそ。黒猫とアマゾナイトとチョッピーです。はーい、この子はね、ハリネズミちゃんです。名前はまだないんで、仮に、トゲコちゃんと言っておきます。怒ってますね。怒ってます。トゲコちゃんの方はですね、ベタなりには程遠い。まだまだね、触れそうな感じではないです。で、今日はね、とりあえず餌をあげて、その餌を食べてるシーンをできたら撮影したいのと、あとね、お部屋の方が届いたんで、それを組み立てて引っ越しをしていきたいと思ってます。怒ってますね。これ本当にベタ慣れするのかな。すると思う？わからない。ベタ慣れのね、道は長いです。長いけど、なんとかね、僕たちに針を立てずに慣れてほしいなと思ってます。トゲコの方はね、餌の匂いに非常に敏感です。なのでとりあえず餌をあげてみたら、クン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 起き上がって食べてくれると思います。じゃあ餌入れましょうか。はい、もうちょっとたくさん入れてよ。いろんな色があるからね。はい、もうちょいもうちょいね。はい、これで揚げてみたいと思います。じゃあ餌の方はチョッピーに置いてもらおうかな。気をつけてね、刺されないように。なんなお前、もうちょっと優しく入れなよ。はい、これでね、起き上がってくるんじゃないかな。しばらく待ちましょうか。はい。はい、ということでね、改めまして黒猫でございます。ハリネズミのね、トゲコちゃんね、物音を立てるとね、すぐに丸まっちゃってなかなか慣れてくれないので、こうやってね、後で音声入れてるんですよ。これね、餌あげてから3分ぐらい経ったかな、やっとね、動き始めてくれたところです。ものすごいね、警戒心強いんですよね。ほら、匂ってますよね。あらー、下向いちゃった。これね、餌をね、食べようと思ってクン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 匂ってるんですけど、なかなかね、警戒してね、食べに行けてない状況なんですよ。再びね、匂い始めましたね。いやー、なかなかの警戒心です。頭の上にね、木くずが乗ってるんですよ。ちょっとね、可愛いかもしれない。ほら、来たかも。絶対餌に寄ってるんですよね。今度は行きそうな気がします。うまそうな匂いしてるな。うまそうな匂いしてるのにな。でも食べて大丈夫かな。いやー、なかなか食べねえな、ほんと。すごい警戒心。行くんじゃないか。もうすぐそこなんですけどね、餌。あ、行くか。食べて。あ、足動かしてる。そうそう、いけいけ。おいしい餌だよ。食べなよ。うん。あ、ペロペロして。かわいいな。あれ？あらららら。ら、餌がそこにあるのに、なかなか行かないですね。
なんか変なことやってますね。かわいい。何今の顔。あれ、ふさぎ込んじゃった。あ、また動き出した。あ、今度は動き違うよ、さっきと。すげえクンクンしてるもん。いた。いた。行くんじゃね？行くんじゃね、これ。いやー、じらすなー。行くんじゃないか？ほら、足出して。ほら。ほら。あ、来た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 。いやー、そっちじゃねえだろ。ほら、行け。もうちょい、もうちょい。そっち行っちゃう？あのね、目はね、そんなに良くないらしいんですよね。うん。来た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 。行くでしょ、これ。行った！やったー！行ったー！食べた！食べた！食べたー！いやー、しかし、あれですね。餌のね、お皿の向こうで食べてるからね、顔が見えないですね。うん。まあまあ、しばらく見てたらまた食べてくれるでしょう。また食べそうですよ。ほら、食べた。今度こっち向いて。うわー、こっち向いてくれねー。今ね、ちょっとだけこっち向いて食べてくれてるんですよ。いやー、天使ですね。かわいい。でもね、ハリネズミね、昆虫とか食べるらしいんですよ。カブトムシたちがたくさんいる部屋で、ハリネズミを飼っている。なんか、矛盾を感じます。トゲコちゃん、もう一回行きそうですよ。あれ？やめちゃった。あ、行く？匂ってるけどね。いやー、食べたいけど、やっぱり3人で見てるのが気になるんでしょうね。しょうがないですね。あんまりね、ストレスと与えてはいけないんで、まあ、あとはね、一人でゆっくり食べてもらえますか。トゲコちゃん、かわいかったよ。ありがとう。再び怒ってしまいましたね。いやー、なかなかハードル高そう。じわじわね、慣らしていくしかないと思うんです。うん。で、まあ、作戦もあるんでね、その作戦なんかを実行しながら、飼育していきたいと思います。はい。じゃあね、餌やりシーンも取れたので、次は部屋を作っていきましょうか。はい。はい。アマゾンから荷物が届いております。この中にね、トゲコのゲージが入ってるんですよね。まあ、早速開けてみましょう。高速箱開け術で。開きました。開けます。えい。お、これでかくねえか。これはは下のやつがね、部屋、それからね、上のやつはね、巣箱ですよ。これ入るわあいつ。はい、届いた商品を紹介します。まずは参考紹介の家。これあいつ入るかな。多分入ると思う。で、これね、ウェーブハウス参考紹介。これはね、まずお家にします。この中にね、黒猫とアマゾナイトのチョッピーの匂いをつけた布をこの中に仕込んでいこうかなと。そして常にその匂いに慣れさせる、そういう作戦です。うまくかどうか分かりませんがね。そしてね、この巨大な箱、こっちにお部屋の材料が入っている。ガバッ。おっ、アクリルの家なんだけども、カバーとか入ってるね。これちょっと材料全部出します。いやー、やばいですね。今開けたんですけど、このね、これここですよ。これ折れてます。ここ折れてるんですよ。なんでこれも返品します。うん、
で、また新しいのを送ってもらう。嘘だろうって感じですよね。これね、一応さっきに紹介しておきますと、こんな感じのゲージでした。はい。まあ残念なんですけど、この給水ボトルを固定するパーツ、これが折れてますんで、これは返金ですね。返金っていうか返品ですね。で、もう一回同じの送ってもらいます。もうありえないですよ、これ。いやー、もうしょうがないね。こういうことあるんですよね。まあ、Amazon なんでね、すぐ対応してくれると思います。今日はこれ作るの、ダメですね。また来週か。いやー、残念ですね。まさかね、商品が折れてるとは思いませんでしたよ。もう残念すぎて言葉が出ないですね。いやー、返品って結構時間かかるんですかね。うん、っていうか同じ商品送ってきてほしいんで、とりあえず今 Amazon の方に電話をかけてるところです。いやー、こんな終わり方になるとは予想外でした。はい、今日はね、小屋の方も作っていくつもりだったんですけど、残念ながら、動画撮れなかったんで、もうね、今日はこれで終わりたいと思います。うん、いやー、前途多難ですね、ハリネズミの飼育。でもね、必ずベタ慣れさせて可愛い姿を動画に収めたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。またよかったらね、コメントなんかもください。それでは今日はこれでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。